のシンボルマーク2 8 3軽電車は西日本旅客鉄道の直流特急系車両である。京都、大阪から南紀方面への特急、黒潮、スーパー黒潮には国鉄から引き継いだ3 8 1系が使用されていたが、高速道路の整備が進められ、その対向上、質の高いサービスの提供と、 さらなるスピードアップなどにより競争力の増強のため、観光列車にふさわしい車両として設計され、川崎重工業、近畿車両、日立製作所で製造された。先頭車は、太平洋沿岸を走る気の国船の特急として、ふさわしいように、イルカをイメージしたデザインの車体となっている。1996年7月31日から運用に入り、 オーシャンアローの車両愛称があり、当時は海と太陽が大好きな列車のキャッチフレーズがあった。南紀地方は関西でも有数のリゾートエリアで観光資源も多くあるため、リゾートとスピード感を反映させ、JR 西日本の車両のグランドコンセプトである明るく静かで快適な車両を基本コンセプトに以下のデザインコンセプトも取れ入れられた。 ワクワクするような車両とすること、洗練されたオシャレな、品のあるリゾートとすること、スピード感を感じさせる形状として表現する、こと本系列は、振り子式を採用しているため、曲線通過時の進四角度5度を考慮して、車体高及び、車体幅が若干縮小され、丸みを帯びた形状となっている。車体は普通高を使用しているが、腐食を考慮して、 屋根と床板にはステンレスが使用されている。また、車体及び機器は、白尾線への投入を見越した、体幹、大切構造となっているが、18両のみで製造が打ち切られたため、白尾線へは投入されず、入線実績もない。基本編成の新宮砲戦闘車両と付属編成の、うち1本の京都砲戦闘車両は、 非貫通のパノラマ型グリーン車で、その他の戦闘車両については貫通型となっており、ホロは収納式としている。最高速度は時速 130km で、設計上の曲線通過速度については、本速時速 35km を目標としていたが、営業運転では最大で本速時速 30km である。規制本線の半径4 0 0ルのカーブが、 連続する区間を時速 100km で走行することが可能である。時速 130km 運転は東海道本線大側線と規制本線の一部区間で実施されている。種別、行き先表示器は2 2 1系以来の標準である。種別は幕式、行き先は LED 式となっている。車体塗装は南紀の海の色をイメージした。 オーシャングリーンと砂浜を連想させるビーチホワイトで側面にはイルカをイメージしたシンボルマークがある 681K と同じ旋律のミュージックホーンが引き続き採用された振り子式による車両の低重心化左右の重量均等化及び床下機器偽装スペースの関係から電動車両に車両制御装置と補助電源装置隣接する付随車に 空気圧縮機を搭載する MT ユニットを構成している。電源、制御機器車両を制御装置は、223系1000番台をベースとした、イグブと素子を使用した3レベル、電圧型 PWM インバータ w b c 8で、ある。1機の装置中にインバータを5機搭載し、主回ロブは、インバータ1機で1台の主電動機を制御する 1C。 1M 制御方式を採用している。補助電源部は参照、交流 440V60Hz、1 3 9区場の容量を有し、主回路部と同じくイグ部とを用いた3レベル、電圧型 PWM インバータを CVCF 制御している。補助電源部が故障した際には、主回路用インバータ第4群を CVCF 制御することで、 補助電源のバックアップとしている。空気圧縮機は、車両制御装置補助電源物質力の参照、交流 440V60Hz を電源とする、往復単動式、WMH3093WTC-2000D を、左派2 8 3系区派282型に搭載するが、すべての付随車両に、空気圧縮機と除湿装置が搭載できるように考慮。 されている。終電装置には、JR 西日本の在来線電車では初めて、シングルアーム式パンタグラフ WPS28 が採用され、モハ283型5くらい寄りの屋根状に1機搭載される。すでに381系が運転されている線区に投入されることもあり、JR 四国パッセ線系電車のように、車体傾車に合わせて、 パンタグラフの位置や角度を補正する機構は持たない。台車 WTR241 台車は新式機能を搭載しており、電動車両は WDT57 を、付随車両は WTR241 を装着している。乗り心地の改善を図るために 381K に習って振り越し機車両として設計されているが、 制御式自然振り子機構により曲線形状や曲線通過速度に応じた新式能の制御が行われているため乗り心地は3 8 1系より改善されている。コロよりも転がり抵抗が半分程度となるベアリングをガイドに使用し動作をスムーズに行えるようにしている。軸バネ指示は円筒積層ゴムとコイルバネの併用基礎ブレーキは WDT57 がユニットブレーキ WTR241 が一軸あたり2枚のディスクブレーキとした保守の容易化の観点から牽引装置は一本リンク方式を採用している乗り心地改善のため両段波及びアンチローリング装置を備えている展望ラウンジグリーン車車内手前と奥で座席配列が異なる 座席2列あたり窓1枚のレイアウトを採用している。各車両の両端には LED 式の車内案内表示装置が設置されている。普通車は座席配列は2列プラス2列でシートピッチは9 7 0ト、mm、ルとなっている。回転式リクライニングシートを装備し座席モケットはパープル系統とブルー系統の2種類がある。基本編成の三号車には 太平洋の景色が見渡せるよう、座席が西側向きに固定されたフリースペースの展望ラウンジが設置されており、海側には一人掛けの座席が4席、山側には二人掛けのソファーが2つ設置され、自動販売機もある。このため、3号車の4号車よりには乗降用ドアがない。グリーン車は座席配列は1列プラス2列としているが、振り子式であり、 車体重心のバランスを取る目的で、先に登場した北海道両角鉄道八十2 8 1、K、キハ二百2 8 3系と同様に、座席配列は中央で入れ替えている。シートピッチは1 1 6 0ト、mm、ルで、これは6 8 1百2 8 1系と同等である。ブラウン系統でまとめられており、 普通車と同じく回転式、リクライニングシートを装備しているほか、枕も装備している。また、肘掛け部分にはテーブルが収納されており、引き出して使用することが可能である。床の絨毯には、オーシャンアローと記された模様がある。製造当初は、グリーン車には、座席配置が入れ替わる中間の部分に喫煙席と、禁煙席を分離する仕切りがあり、乗務員室側を、 喫煙席、デッキ側を禁煙席として使用する予定であったが、禁煙席に、タバコの煙が流れ込むと、苦情があったため、グリーン車は後全席禁煙とした。これにより1998年10月から12月にかけて、仕切りは撤去された。現在、公衆電話はすべて撤去されており、自動販売機ももは283型300番台しか、残っていない。 引き川橋梁を渡る283系特急、黒潮付属編成を2本連結した運用。貫通型戦闘車が、新宮砲を抜く。2012年4月1日現在、基本編成である6両編成2本と、付属編成の3両編成2本の、計18両が、吹田総合車両所、ひねの所に所属している。 スイタ総合車両所姫野市所新在系発出所に運用の関係で常駐していることもある。1996年7月31日に特急スーパー黒潮として営業運転を開始し、1997年3月8日のダイヤ改正からオーシャンアローとして京都駅、新大阪駅新宮駅間で運用された。通常は 基本編成の六両で、他客機にはこれに付属編成を一本連結した9両編成での運転となっている。また検査時など、稀に付属編成を二本連結した六両編成で運転する場合がある。また、各線のダイヤ乱れの影響により、急遽、黒潮、スーパー黒潮として本系列が運用される場合があり、オーシャンアローに三百八十一系を充当し、 運用する場合があった。2012年3月17日のダイヤ改正で、黒潮、スーパー黒ロシオ、オーシャンアローは、すべて、黒潮に統一され、同日より、黒潮として運用されている。給料編成で運転する場合貫通型戦闘車、同士が向き合うが、2011年3月の、ダイヤ改正以降は、ホローを使用していないため、6号車と7号車の、 通り抜けはできない。JR 西日本の調達計画には、2024年度以降に、本系列を申請車両に置き換える計画が明記されていたが、2021年9月4日現在の版では、計画に関する記述が削除されている。ありがとうございます。